雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。文豪ストレイドッグスウェブラジオ、文豪ストレイラジオ第2回。皆さんこんにちは。テレビアニメ文豪ストレイドッグス中島敦役上村優斗です。この番組はテレビアニメ文豪ストレイドッグスのウェブラジオ、作品に関する情報、企画、時には出演声優の方を招いて、聞いているあなたを文豪たちの世界へ誘うラジオ番組です。はい、ということでね、ついにですね、テレビアニメっていう風にね、4月より放送開始予定って言わなくなったんですよ。いや、始まったということでね、とても嬉しいですよ。前回はアニメジャパンの公開録音イベントの模様をお届けいたしました。レッドステージの鳥というねことで、宮野守さん、そして谷山紀章さんという強力な先輩をお迎えしての公開録音だったんですけれども、いやー、僕はですね、めちゃくちゃ緊張していましたね。なんて言うんでしょう、まあ、カウントはしていないんですけれども、ものすごい髪とタメ口があった気がします本当に、いやー、ちょっとね、本当失礼なことをしてしまいましたと思うんですけれども、本当にあの二人に盛り上げていただきまして、そしてあの来てくださったお客さんもですね、とても温かく、この文豪ストレイドッグスっていう作品がすごい愛されてるんだなっていうことを、なんか感じることのできたすごい楽しいイベントだったなと思います。いや、本当に皆さんありがとうございました。ということで、今回はですね、同世代の人が遊びに来てくれたということで、はい、紹介したいと思います。こちらの方です、どうぞ。喋りやすい人が来たよ宮沢賢治役の神楽博之です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますいや、まあ、喋りやすい、まあ、同世代と言いますか、ね、なんか、まあ、ちょっと気さくな感じで、気さくな感じでいきたいと思いますけど、いつもより距離探ってる感じがあるなんかやっぱり緊張しますよ、なんやかんやでね。面と向かっては喋らないもんね。そうですね、隣にいるもんね、いつも。そうですね、いつもあのアフレコの時は隣で座っていて、 でそれでいろいろね、休憩中とかもお話しさせてもらったりって感じなんですけれども、噂によるとなんとラジオ初めてということで。そうなんです。今から元気です。あ、本当ですか先に言っといていいですか。何、本当すいません僕で本当にごめんなさい本当にごめんなさい。上村さんに僕の初めてをもらっていただきます本当こんな貴重な経験を僕もさせていただいて、初めてを、じゃあ一緒に楽しんでいきたいなと思いますけども、はい、初体験を楽しんでお願いします。はい、まあ、そんな感じで僕たちはね、すごく、まあ、若手と言いますか、ね、あの現場の中でも本当に先輩たちに囲まれてという感じで、はい、今おいくつでした。今ですね、26です。26、はい、26歳。そうです。で、僕がまあ22ということで、まあ、近しい感じ、近しい感じ、まあ、年齢感の感じでね。そうだね、うん、打ち上げの時とかも、打ち上げじゃない、打ち上げはまだしないや終わったきよ打ち入りだ。そう、打ち入りの時にね、結構またその時もいろいろ話させてもらったりとかして。緊張してますか。かなり。本当ですか。どうしようかなって今アップアップして、アップアップして二人でアップアップしちゃって、アップアップ会です。でもね、今日の一節ということで担当していただきました宮沢賢治、雨にも負けずということで、とても、いや、なんかやっぱり響くものがありました、心に。すごいですよね、やっぱこれを、なんか物語も書くし、はい、詩も書くしっていう、僕にできないいや、でもね、その役をやられるということでね、いや、本当に、すごい光栄な話ね。そうですよね、誰もが知ってる文豪になれた、確かに感慨深いですよね、それはね。ということで、まあ、今日はね、そんな宮沢賢治についても見ていきたいなと思うんですけれども、はい、はい、じゃあ神楽くんが演じられている宮沢賢治なんですが、どんなキャラクターですかね。ですね、宮沢賢治くんはですね、はい、中島敦史くんと同じでですね、はい、武装探偵社の一員なんですけれども、うん、田舎出身の子で、まだまだそもそも都会にも慣れてないような子なので、うん、はい、基本的に本当に人を疑わなくてですね、はい、どんな空気だろうとヘラヘラしているなんかヘラヘラしてる、言い方が悪いニコニコしている、はい、ニコニコしている。どんなシリアスなシーンでも彼は空気を読まないというか、
編めないっていうのか、あでもなんかそれが逆にいい作用しているというか、なんかすごい柔らかく包み込むようなその空気を変えるようなね、そうですね、そういうイメージがありますよね、はい、なんかね演じる時もね、はい、やっぱりシリアスなシーンとか、うん、結構あるんですけど、うん、読まないな無視してくれと、役作りとしてそこを結構意識してやられてるということなんですけども、はい、まあじゃあちょっと演じてみて、まあ、今放送としては第3回目までに行っているのかなと思うんですけれども、ね、はい、まあ、第1話で登場してきたかなと思うんですが、です、ね、最後の方に出てきたので、はい、まあ、収録中はとりあえずガチガチになりながらまあそうですね、第1話、まあ、かなりたくさんの方もいらっしゃっていましたし、多かったですね、まあ、僕もガチガチでしたし、ね、そうですね、最終的に5歳ぐらい老けてましたもんねそうですね、あれ終わった後横見たらあすごいと思ってすごいと、もう本当にお恥ずかしいんですけれども、あ多分年上だみたいな感じ毎回言われてますねそれは。いやもうなんかこの間の収録ぐらいから元気な顔になって、あ元気な顔になってきましたか慣れてきたのかなっていうどうなのかな、でもすごい、まあいい意味でのその緊張感のある現場というか、そう、まあ、そういう中で本当にやらせていただけるのは本当に楽しいことですし、うん、出番こそやっぱり少ないですけど、うん、1話も見てるだけで僕はもう勉強になることばっかりだったので、はい、ああそう考えるんだみたいなこともあったりとかして、そうですよね、この宮沢賢治っていうキャラクターはまだアニメではね、はい、なかなかどういう人物なのかっていうのはこれから探っていくようなところかなと思うんですけどね、原作をね読んでらっしゃる方っていうのは、うん、結構分かってらっしゃると思うんですけど、す、ね、アニメからこう入られた方とかはまだまだ分からないと思うので、うん、どういう子なのかなっていうのはまだ放送は先ではございますが、賢治くんが活躍するお話っていうのもあるのかな、来るんじゃないかなってことで、はい、期待しております頑張ろうね、その時頑張りましょうそうですね、頑張っていきましょう、2人で頑張っていこうまあそんなことでね、まあこれからの宮沢賢治にもちょっと期待して、はい、ご期待いただければと思います、思っております。それでは、ここでふつおたこと武装メールを紹介していきたいと思います。アニメ文豪ストレイドックスの感想、私 MC 上村優と、ゲストの声優さんへの質問疑問などを募集しています。皆さんぜひ送ってください。お願いします、はい、ということで早速紹介していきたいと思います。はい、ペンネーム、まなみかんの缶詰さん括弧抹茶味って書いてあります。うん、ごちゃごちゃしてるありがとうございます僕が抹茶がすごく好きなので、あそうなんだ、はい、きっとそう、抹茶好きで、いや、はい、嬉しいな、はい上村さん、神楽さん、こんにちは。こんにちは、はい、こんにちは。文豪ストレイドックスアニメ放送始まりましたね。とても楽しみにしていたので、1話は入学式の日の夜、眠い中リアルタイムで見させていただきました。ありがとうございます2人が演じるキャラは、2人とも1話から登場していて、見た瞬間に声がぴったりだと感動しました。あ嬉しい、あかわいい、これ嬉しい、すごい嬉しい、これは、これからも文豪ストレイドックス、そして上村さん、神楽さんのさら、なるご活躍を楽しみにしています。いや、はい、ありがとうございます。ね、そうか、大丈夫だったかな入学式は本当にだからもうかぐんかぐんになりながら、ね、いやきっともうこんなに言ってくださっているので、あ興奮でもう、興奮でもう、ね、目はもうカッて、もう眠れないというかそんな夜を過ごした状態での入学式だったと思うので、なるほど、あもう入学式前日から、そうです、そう、もうずっともう興奮して、もう入学式どころじゃないなことよりも、なことよりも今日見るものがあるんだと。いやでも本当にこうやっていただけるのはすごく、ね、すごい嬉しいですね、やっぱ嬉しいですね、ちょっと不安なところはね、うん、あったので、やっぱこういう直接ね、そういう声をいただくとやっぱ励みにもなりますし、ね、なかなかこう僕らっていうのは聞けない立場じゃないですか、うん、そうですね、こういう生なリアクションっていうのも聞けないの、すごい嬉しいです、ありがとうございます。いやありがとうございます。それではですね、次の普通歌に行きたいと思います。はい、ペンネームルンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。上村さん、神楽さん、こんにちは。こんにちは。はい、テレビアニメ第1話放送おめでとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。漫画で読んでいたキャラクターたちが喋って動いて表情をコロコロ変えるので、うん、見てとても感動しました、うん、オープニングと次回予告からのエンディングという流れは新しくて面白かったです。すごい、あれも本当にね、
オープニングとエンディングも一度聞くと耳に残るくらい印象的で、映像もとってもかっこよかったです。第2話もとっても楽しみ。あ、まだ見られた、もう見られたかな、第2話は。はい、どのような感じで収録しているのかとっても気になります。皆さんで探偵者のように楽しい雰囲気で収録しているのでしょうかという。ありがとうございました。ありがとうございます。そうですよね、やっぱオープニングとはエンディングというか、やっぱり結構新しいですよね、うん、確かにオープニングエンディングがないとか。そうですね、結構ありましたけど、第1話って大体そういう感じが多い中で、どっちもやるっていう、オープニングの曲を使ってエンディングの映像でみたいなのはよくあるけど、これ両方流すっていうのは、そうですね、わすごいと思って、かっこいいと思って。でもやっぱりオープニングも本当にめちゃくちゃかっこいいし、かっこいい。やっぱあとエンディングはフォーカス当てられていたのが、うん、まあ中島敦史と太宰治と、そして芥川龍之介ということで、八ヶ瀬くんで、あの3人がメイン、なんか主に出てたというんですけど、なんかあの関係性っていうのも、どうしてこういう描かれ方がしてるのかみたいのって、これもね、この先こう分かってくるのかなっていうのもあるので、ぜひぜひエンディングをね、また改めて全部見終わった後にエンディングを見ると、また違った気持ちで見れるかもしれないですね。なるほど、そうかということ、まあ、探偵者のような雰囲気で収録しているんですかっていうことですけども、本当にそのまんまというか、本当にそのまま太宰治とそのまま横にいるよ、ね、そうですね、僕たちの横にいますね、前にもいるし横にもいるしみたいな。そうなんですよ、本当にボーダーレスというか、なんかもうそこの境界線がもう混ざっちゃっててっていう感じで、だから本番リハでさ、笑って慣れるんだけど、本番さらにそれを超えてくるじゃない皆様もう皆さんとか、そうですね、あの吹き出しそうになってるのを必死にこらえてまあ本当にやっぱり太宰と国木田っていう関係性が、特に、まあ、太宰は多分原作よりもすごいコロコロ表情変わるし、ぬるぬる動くし動く、なんかやっぱそこにやっぱ宮野さんのあのお芝居が加わることで、まあ、さらにその国木田の細谷さんのツッコミがこうビシッと決まるという、生きてきて決まるというか、もう本当にあの二人の関係性っていうのはそのまんまだよね、本当休憩時間もね、休憩時間もそのままでいつ本番なんだろうぐらいのあれっていう、本当そうですよね、なんかそこがやっぱり楽しいですよね、面白くやってます、本当に楽しくやらせていただいて、ね、いい雰囲気の中でやらせていただいて、本当に幸せなことですよね、幸せですもん、ね、楽しいです。いやね、これからもね、はい、また放送がどん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 やっていく中で、はい、そのそれぞれの関係性みたいな変わってくるかもしれない、ね、どうなっていくのか、僕たちの関係性も、ね、そうですね、そろそろ距離をね掴んでいかないとね会うたび会うたびちょっと探り合ってる感じのそうですね、もうこれを機にね、これを機にね僕はすごく話しやすくしていただいています。そうでもなさそうだけど大丈夫いや緊張してるんですよ、やっぱりどうしても緊張しちゃってね、大丈夫だよ、大丈夫、です、仲間だよ、仲間だよ。なんか初めてラジオ初めてなので、僕のがちょっとなんか緊張してる感じ申し訳ない、本当に初めてだから、もうただ走り抜けるだけっていう、走るもう任せようと思って、そうです、まだ序盤ですから、はい、こっからどんどんやっていきたいと思います、はい、はい、ということで、ぜひぜひこれからも F ソーター武装メールの方ですね、皆さんよろしくお願いいたします。はい、お待ちしております、はい、それではテレビアニメ文豪ストレイドックスウェブラジオ、文豪ストレイラジオ第2回スタート。この番組は文豪ストレイドックス制作委員会の提供でお送りします。僕の初めてあげます、文豪ストレイラジオ。まずはこのコーナー、武装探偵者センター試験。武装探偵者の社員なら直面するであろう場面をお題に試験を実施、皆さんは試験の回答を送ってください。ちなみに大喜利回答歓迎、むしろそういうコーナーだとお考えください。今回はですね、第2回武装探偵者センター試験問題を発表します。問題はこちら。今から自殺をしようとしている人を見つけた。その自殺を止めさせる方法を答えよ。何か太宰を匂わせるようなね。ブル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 ってありましたけれどもね。はい、ということで、皆さんの回答を紹介していきたいと思います。じゃあまず僕から紹介していきます。はい、ペンネーム筑前煮たけのこさんからの回答です。今から自殺をしようとしている人を見つけた。その自殺を止めさせる方法を答えよ。
バンジージャンプのチケット余ったんで一緒に行きませんかと言って飛び降りの恐ろしさを身をもって体験させる体験させるっていう、ね、なんでちょっと上からなんだなるほど、なるほど、まあ、デモンストレーションと言いますか、デートに誘うかのようなチケット余ったんでどういう状況なの。でもバンジージャンプのチケット余ったんで、でまあドライブとかなんかして、ね、ちょっと本当それこそデート的な感じで、ね、ちょっと行こうみたいな感じなんで、映画のチケットもらったんでみたいな感じでデートの誘い方だよバンジージャンプのチケットさ当たったんだけどみたいな、もらったんだけどもうちょっと余ってて、え一緒に行かないみたいな、あ行く行くみたいな感じになるってこと、あ行こっか、うんうん、ちょっと飛び降りてみるみたいな経験しとかないとねみたいな感じあ怖いねみたいな、そっか飛び降りさせて怖いんだねみたいな、そんな軽いノリなわけないだろうって飛び降りようとしてる人にそれを投げかけるいやー面白いですね、すごいメンタル、そうですねありがとうございました、はい、それでは次に参ります。ペンネームマッキーさんからいただきました。はい、今から自殺をしようとしている人を見つけた、その自殺を止めさせる方法を答えよ。そうかそうか、じゃあ地獄に行く前に君に天国を見せてあげよう。さあ怖がらないでこっちにおいで。なんだこれは。何ちょっとちょっと振られたらやるぞ。すごいやっぱちょっとケンジ君のイメージがあったから。ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。ちょっと今一瞬危ない大人の。危ない。ダメだ。危ない大人の感じがしちゃいましたけど。はい、どっちも地獄じゃないのかこれは。大丈夫なのか。そう。あでもこれ結果的に逃げるし。あそっか。ダメだダメだって。死のうとしたらこの人が来るってなるから。じゃあわざとそういう風にしているっていう。わざとそうしてると思っておこう。あ、うん、なるほど。や優しさ。優しさだ。嘘もやっぱり大事っていうこと。嘘も方便ってこと。あなるほど。ありがとうございました。はい、では続いて紹介していきます、ペンネーム、深夜の路地裏さんからの、回答です。今から自殺をしようとしている人を見つけた、その自殺を止めさせる方法を答えよ。自殺する人の周りで自殺する人に向けてエロ本を開いて見せつけながらカバディをする。これで完全に自殺をやめるはずです。性欲には勝てないはず。これ男性限定ってこと？まあそういうことでしょうね。今ちょっと叫ばせてもらったんですけど、これ見てもらえば分かる通りですね、カンタフが半端じゃないぐらいついてるんですよ。びっくりマークがとんでもなくついてるんですよ。開業しちゃってるじゃん。なのでちょっと今ちょっと読む前にななんだこれはと思って、動揺がね、動揺が出ちゃった。ちょっと待ってくださいっていう読む前に少し間を置かせてもらいましたけれども、でもまあ否定できないよね。うん、性欲に勝てる。ちょっとノーコメント。ノーコメント。まあでもやっぱ本能的な部分っていうのは、まあ三大欲求みたいに言うじゃないですか、うんうんうん、なんかそういうところはあるかもしれないですね。ちょっとなかなか人間の本質をついた。そうだね、すごい深い。深かったです。深かったこれは、はい、深い深い。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きましてどんどんいきます。ペンネームサンオアさんからいただきました、はい、今から自殺をしようとしている人を見つけた、その自殺を止めさせる方法を答えよ。あなたのツイッターのアカウントを親に知らせるよ。いやこれマジ怖いやつじゃないですか。超怖いですね。超怖いやつでしょ。これ本当に怖い。ダメって。やめるから、やめるから、それだけはっていう。うわ、これはまあ、怖いな。リアルな、まあ、生々しいやつだね。すごい効き目のある。これはなるほど。なんでしょうね、ツイッターは僕はやってないのでわからないんですけれども、うん、やっぱり友達のとの会話であったりとか、そういうのってなかなかね、親に見られたくない部分、ちょっと恥ずかしかったりだね。ああ、そうありますよね。内なる自分のなんかちょっと怪しい部分とか感じられてしまった、うん、それこそなんかちょっと思春期であったりとか、そういうちょっとね、不安定な時期といいますか、そういう時はなかなかね、なんか変な画像アップしてたりとか、なんちゅう画像って、うちの子はって言われるかもしれないから、ちょっとあなた何してんのよみたいな。誰だそれはもう。ちょっとよく
分かんない。いろんなものが、いろんなものが入ってきた。やっぱりこっちなの。え、ちょっと。どっち、そっち、こっちなのかな。そっちなのか分かんない。ちょっと。分かんない。誰なのか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。続いての、回答です。ペンネーム、ユンタッタルンタッタさんです。ちょっと、すごい、自殺しようとしてるすごい愉快な感じですけれども。はい。じゃあ行きますよ。はい、今から自殺をしようとしている人を見つけた。その自殺を止めさせる方法を答えよう。ちょっと待って、せめて財布だけはここに置いてって。三大欲求じゃん。おい、結局禁欲。ちょっとお前、お前って感じで、お前っていう、お前多いって感じで、ね、でもこうなるのかな。こうなっちゃうんじゃない。こうなっちゃうのか。自殺しようとしてる。お前ってなってる。お前多い、お前って。止めろよって。ツッコミが入る。ツッコミ癖がある人にはこれがすごい効くかもしれない。僕の命より金かーって。お前金かーって。金かーって。っていうね、これも生々しいな。生々しい。でもやっぱりそこには正直になっちゃうと言いますか ね、人間のまあなんて言うんですかね、悲しさが出るよね、差がと言いますかね、うん、なんか寂しいよこれ言われたら僕は。止めてよってなる。ありがとうございました。はい、それではまずこちらも参りましょう。ペンネーム、最近はこしあんよりつぶあん派さんよりいただきました。僕こしあんです。僕もこしあんです。ごめんなさい。ごめんなさいね。はい、それではいきましょう。今から自殺をしようとしている人を見つけた。その自殺を止めさせる方法を答えよう。上村優太が脱いだらしいぞ。ちょ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 い、やっぱ脱ぐんだ。まあ、ちょ、え、な、やっぱ、どういう目で見てるんですか、僕。脱いでいきたい人なんだ。ちょっと待ってください。水着もね、着ていって。あの前回のアニメジャパンの公開録音でもそうだったんですけど、なんか皆さんやたら僕を脱がせようとしてるんですよ。見たいんだよ。ちょっと。ユートの裸が見たいって。なんで、そんな、僕、そんな、いい体してないぞ。なんだよ、見せる気満々じゃねえかよ。そのうちラジオのね、ちょっとやめてください。ラジオ の写真で脱いでるかもしれません。やめてください。それは、僕は、いや、まだ、そういうことは。まだダメ。まだそういうことは。事務所 NG です。ちょっとそこは何とも言えませんけど。どうですか、裸には自信ありますか。なんだよ、言うとも脱がせたいのかよ。なんだよ、どうですか。なんだよ、熱くなっちゃうぞ。熱くなっちゃう。もうダメだな、本当に。何やってる、何やってる、誰か止めて。何やってる。はい、では、次ラストです。はい、はい、読ませていただきます。ペンネーム、地上最強の肉食獣スノービアーさんからです。スノービアー、スノービアーさんから。今から自殺をしようとしている人を見つけた。その自殺を止めさせる方法を答えよ。待て、謝るな。今死んだら始まったばかりの文豪ストレイドッグスの最終回が見れないぞ。そうだよ、もうありがとう。素晴らしい、素晴らしい。スノービアさん、スノービアさん、そうなんです。そうだよ、見れないよ。そうだよ、そう、その欲求をね、うん、ちゃんと大事にしてほしい。言わないと。そうなんです。僕たちも言っていかないと。僕たちがどんどん言っていかないといけないんです。僕たちが止めるならこれだね。そうなんですよ。いや本当にまあ今ね、まだ序盤ですけれども、うんうんうん、どん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 展開していって、ストーリーがねどう進んでいくのかっていうのは、うん、本当視聴者の皆さん気になっていると思いますし、まあ、原作を読まれた方はやっぱアニメとの違いであったりとか、そうだね、そこも面白いし、そういうところもねどん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 楽しんでほしいので、そうです、命を大切にしていきましょう。そうだよ、死んじゃダメ。そう、文豪見なきゃ。だから太宰に感化されすぎないことです。そうだね。そうだね。そうなんです。そうだ、感化されちゃ、いろいろ試しちゃうもんね。いろんなこと試してますからね。本当にね、これからどん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 いろんなこと試し始めるので。ねえ、いや、まあ、真似しないように。真似しないように。真似しちゃダメだよ。いや、ぜひぜひこれからも文豪ストレイドッグスのね展開に期待してほしいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。いや、ということで皆さん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではここで、第3回武装探偵者センター試験問題を発表します。爆弾を持って立てこもった犯人を説得せよ。経験あるんじゃないですか。僕です。そうですね、僕は、そうですね、僕は経験しました。上村敦史は上村敦史は経験済みでございます。やっぱ経験がある、はい、経験がある。なかなかへっぴり腰な感じだったんですけれども、はい、面白かったです。そうですね、面白かったですね。すごい面白かったです。
一緒に仕事探そうってね、本当にもう切実な言ってましたね、ダメ人間プリを。まあそんなわけで、まあ、それも参考にしつつという感じでですね、皆様からの回答お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。以上、武装探偵社センター試験でした。初めていただきます。文豪ストレイラジオ、続いてはこのコーナー、上村ショー。番組 MC 私、上村優斗を主人公とした小説のあらすじを考えて送ってください。毎回紹介した中から芥川賞ならぬ上村賞を授与します。上村先生、あの言っときますけど、僕が決めたわけではないですよ、この企画。そういうことにしておきます。ちょっと、もうなんか変な汗をかいちゃいます。僕本当に、ちなみにですね、文字数は150文字以内とさせていただきます。ということで早速ですが紹介していきたいと思います。はい、はい、お願いします。ペンネームピッピさんです。ありがとうございます。何もかもが嫌になって家を飛び出した優斗、河原に向かって叫び声を上げた瞬間、口からビームが。あれ、なんか出た。人間兵器として目覚めた優斗、その力は何のために使われるのか。新アニメご期待ください。夏からかな、夏から4月より放送開始。そうなんですよ、出ちゃったんだ。出ちゃあれ、なんか出た。すごいコミカルな、なんならビームかどうかすら分かってない、分かってない。なんか出たなっていう、なんか出たんだ、空の彼方にキューンとなんか行ったなっていう感じ。これかっていうね、何のために使われるんですかね、人間兵器。人間兵器、まあ、戦い、戦うんじゃないかな、アクション系な感じなんですかね、すごい先輩方と戦っていくんじゃないかな。そのためにあれ出た、出たって。いや、面白いですね、ずっと出ないんだね。ずっと出ない。たまたま出ちゃう。自分では出せない。ありがとうございました。はい、それでは続いての作品に行きたいと思います。はい、ペンネーム朝日の花さんからいただきました。今日は新しいラノベの発売日じゃん、買いに行かねえと。忘れていたラノベを買いに行く上村は、急ぐ道中マンホールの中に落ちて異世界に飛ばされてしまう。もしかして異世界に飛ばされたのか、なら俺は主人公か。しかし実際は村人 A に過ぎなかった。果たして上村主人公になり元の世界に帰れるのか。ちょっと待ってください、上村賞は、うん、上村優斗を主人公とした小説のあらすじを送ってもらうコーナーですよ。村人 A。 村人 A か、なるほど、変化球できましたね。変化球だねこれは。いや、なんかいわゆる異世界シリーズだなっていうふうに、あのべっていうストーリーだけど、うん、なんかそういうふうにね、最初はよ、ね、聞かせてもらってましたけれども、うん、でも面白くないですか。そうですね、新しい、この成り上がっていく成り上がっていく様を描いていく。ワンクールじゃ無理ですみたいな。無理です。すごい超大作に、超大作なりそうな感じ、上下感出ますみたいな。これ見たいな。いや、面白いな、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いての上村賞です。ペンネームマフィア堀田さんです。僕の名前は上村優斗、探偵社員。幼なじみの守と一緒に遊園地に出かけた時に怪しげな取引を確認した。ところが取引に夢中になっていた僕は、背後から近づく鍵に気づかずに目が覚めると、体が縮んでしまっていた。僕が生きていることがバレれば守にも被害が及ぶ。そうして僕のエドとしての生活が始まるのだった。怒られるよ。上村賞は盗作禁止です。ちょっと、もうしかも、もう守っていうのがもう本当に恐れ多いし、もう震えていますよ今。あ、心の中の声が出ちゃった。そうです、ここ守さんと書いてるもんね。そうなんです、そうなんです。いやー、そうですね、僕
結構その作品好きなんですけど、うん、なんかやっぱ僕も好き、うん、好きだ。やっぱ読んでる途中でやっぱあの場面が思い浮かんできてしまって僕ね分かんなかった。なんか読まれると分からなくて、うん、途中であの寄せたじゃん。寄せましたあれでああこれかと思って。いやでもまあやっぱ面白いですね、はい、皆さんお気をつけください。盗作禁止です。そうなんですよ、はい、気をつけてください。とても面白いですありがとうございます。はい、それでは続いて参りましょう。ペンネームりょうからいただきました。呼び捨て希望って書いてます。はい、ありがとうございます。りょう、はい、ありがとうございます。朝起きたらゆうと F カップになっていた。ちょっとなぜ F カップになったのか、夢か現実か、そんなことを考える前に好奇心で右手を自分の胸へと近づけた。 F カップに触れた瞬間、ゆうとにある感情が芽生えたのだった。何やってんだよ待って、女女になっちゃったの。やっぱ脱ぎたいんじゃない。だからちょっとそんなことはないです。ちょっと待って、本当にやっぱ皆さん最終的にこのユウトを脱がせていこうユウトを脱がせていこう。どう、皆さんなんか協力してるんですか。もうそこは一致団結して、一団結で思いを一つにしておかしいな、僕そんなこと一言も言ったことないんだけど。最終回は全裸でみたいな感じまあ話の内容としては、うん、まあ、そういうなんて言うんですか、うん、起きたらだよね、本当入れ替わりみたいな、なんかそういうものってやっぱり面白いというか。そうだね、面白い面白い、うん、よくあるじゃないですか、そのすごい年の取った方とめちゃくちゃ若い人がなんかの拍子でぶつかっちゃって、まあ、それがきっかけで入れ替わっちゃうみたいな、なんかそういう別の人格みたいなね。だったらこれはゆうとくんが F カップの女性とぶつかってF カップだけをいただいたみたいな感じとんでもないことをしてしまう。とんでもないことを。その方は今すごいよ。やつはとんでもないものを盗んでいきました。盗んでいったあなたの F カップです本当それは申し訳ないです。本当に今すぐ返却します。返却したい、はい、申し訳なかったです。せめてね、うん、半分ぐらいにしとこう。そうですね全部取っちゃダメありがとうございました。ありがとうございます、はい、ではラストです、ラストの上村翔、ペンネームスバルさんからいただきました。上村は謎のベルトを公園で拾った。とりあえずつけてみたが何も起こらない。電池切れかと思っている間に怪人が目の前に現れていた。警察に届けるか、いや俺はヒーローにならねばならない。再び変身ベルトに手をかけるも何も起きない。果たして俺は何ができるのか。そして俺は力尽きた。弱っハモっちゃったよ。ちょっと弱え弱え。しかも終わったし終わっちゃったじゃん。完結したし150文字で完結したし。あーそうか、ちょっと待って、果たして俺は何ができるのかこうご期待とかではなく、俺は力尽きただから。そのままベルトに負けたんだねだからもう終わっちゃったんですよ、ね、終わったんだね。これはもう完完早かった。なるほど、ね、このサイズだとね、うん、裏表紙に載ってるぐらいの感じなんですけど、もうこれで終わってしまった、終わってしまったみたいな作者のコメント欄みたいな感じでさーって載ってる感じ、ね、なるほど。はーということでね、 いやー面白かったですね。面白いのがたくさん、たくさんの上村賞の投稿がありましたけれども、はい、まあ、本日の上村賞決めていきたいと思うんですけど、ちょっと、はい、ちょっとこれは悩みましょう。悩みます。なんかいや本当に皆さん本当に毎回面白くって、うん、毎回迷っちゃうんですよ。そうだよ、ね、すごかった。どうします、全部面白かったよ。面白かった。これは僕が決めるんですか。一緒に決めたいですよね。なんか、ね、そう、一緒に決めましょう。そんな先生のところに入ってもよろしいですか、いやいやみたいなものが。いい仕方ないな仕方ないな諦めんなよ何がいいですかね。なんだろう、でも僕は、はい、やっぱ4だからってのもあるけど、はい、手元にあるからってのもあるけど、はい、このラノベの村人 A のやつは、はい、続きが見たい。あーなるほど、この先みたいな。なるほど、僕はあそっか、僕としてはこれすごい面白いなと思ったけど、僕は、うん、これですかね、あの投稿した勇気に。あーあーなるほどね、うん、
これだ、なんかそれもいいかな、でもあのかぐら君が選んでくれたのもいいかなって、今ちょっとそこで迷いつつ、いやでもやっぱり勇気を買おう彼の勇気、はい、わかりました。では、はい、僕たち今決めました、はい、決めました、ということで、発表させていただきます、はい、本日の上村賞はマフィア堀田さんの作品です。はい怒られたら、あの謝ろう、はい、まあその決定した理由としては、はい、よくぞ投稿したとその勇気、素晴らしい勇気、素晴らしいです、ひねらない勇気コピー&ペーストぐらいの、そうなんですよね。いやでも本当に他の作品も投稿していただいた作品も面白いし、まあ続きが気になるなって、まあもちろんあの完結してしまった作品もあったんですけども、そうそう、完結してしまった感じあったしあったんですけども、やっぱそういうところもね、本当にこの上村賞決めるの毎回難しい、難しい、こんなに毎回難しいんです、クオリティが高いと、そうなんですよ、大変だね、いや本当にね、いやありがとうございます、正しい盗作は厳禁です、ダメです、最後のも怪しいです怪しいです、最後のもベルトって言ってますから、うん、そうです、怪しいんです、盗作だけは、盗作はダメダメダメ絶対はい、はい、ということで、皆さんからの小説のあらすじ、これからもですね、たくさんお待ちしております。以上、上村翔でした。文豪ストレイラジオ、エンディング、まずはお知らせ、テレビアニメ文豪ストレイドッグスは東京 MX 他にて絶賛放送中です。またブルーレイ &DVD が6月24日金曜日に発売決定しました。9月18日に行われるイベントの最速優先申し込み券や豪華キャストが出演の映像特典、ようこそ上村探偵社へなどなど、第1巻は超豪華5大特典付きなんだそれは、うん、詳しい特典などをですね、文豪ストレイドッグスアニメ公式サイトでご紹介してますのでご覧ください。はい、そして5月9日月曜日からファミリーマートとのコラボが決定しました、対象商品を買って文豪ストレイドッグスのグッズが先着でもらえたり、対象商品を買ったレシートで応募すると抽選でグッズが当たるキャンペーンです。その他にも企画を検討していますのでお楽しみに。そして主題歌 CD 情報です。グランロデオが歌うオープニング主題歌トラッシュキャンディーは好評発売中です。またこの曲でメジャーデビューとなるラックライフが歌うエンディング主題歌名前を呼ぶよは5月11日発売となります。そしてオリジナルサウンドトラックの発売も決定しました。6月29日発売です。文豪ストレイドッグスの世界を彩る BGM をギュッと詰め込んだ CD、 ぜひご期待ください。はい、ということで、文豪ストレイラジオ第2回いかがだったでしょうか。ということで、どうでしたか。楽しかったですよ。楽しかったですか。すごい時間がすぐ過ぎて、今時計見てびっくりしたおおってなった。そうなんですよね。いや本当になんて言うんですかね、もちろん今回はですね、レギュラー放送としては初めてこのスタジオで収録させてもらった、うん、あの回ということで来ていただいてですね、なんか本当にもちろんそのリスナーさんのですね、うん、もうすごい投稿といいますか、うん、上村賞であったり、うんね、あのセンター試験であったり、うん、本当に面白いですね、面白ばっかりで、まあ、それをさらにゲストさん来てくれるとどんどん盛り上がっていくなっていうのはすごい、一人はちょっとやっぱ寂しいいやまあちょっと寂しい分はありました、ありました、本当になんかやっぱ心強いなって思いますし、うん、なんか、うん、最初は緊張してたんですけど僕も、うんうん、なんやかんやで、でも今はやっぱりもうなんか楽しかったなっていう風に楽しかったなって思ってます。時間があっという間に過ぎましたし、ね、ね、今日は僕の初めてをですね上村優斗先生にもらっていただきましてもうこれからずっとお世話になろうかなと責任取ってねみたいな感じで考えておこうまあ、とか言ってきますけれどもね、いや本当にもう現場でもね、アフレコ現場でも本当に仲良くさせていただいていまして、うん、ありがとうございます。距離は縮まったかしら。いや縮まってますよ。大丈夫。あの僕結構人見知りなんですよ。僕もだよそっか、だからまあ徐々にゆっくりゆっくり、そうだね、ゆっくりゆっくり、じゃあこれを機に本当にタメ口でお互い喋っていい、タメ口でなんかお互いちょっと探り合ってるそうですね、タメ口か敬語かぐらいのところで喋ってるから、そうですね、確かにそうかもしれないですねじゃあこれを機にじゃあもう仲良くやっていきましょう。この収録アフレコが全部終わる頃には、うん、もう何ですかね、もう
もうなんでろもうなんでろなんでろダメだダメ本当にもうダメですね終盤に来てここでなんうう誰かいるじゃねえかよなんでろなんでろなんかこうねもう離れられないくらい仲良くなります そうだね、そうだね、あだ名つけちゃったりなんかしてねなんかねダメだダメだもう距離縮まってないダメだなんかこうグニャグニャしちゃってるグニャグニャしちゃってる楽しかったです楽しかったです またぜひねもう機会があればぜひぜひもう来ます来ます本当ですか勝手にいます勝手にいる気づいたらあの外にいるかもしれないあ外にいるかもしれない手振ってるかもしれない一人登録やってるかもしれないいやいいですねそれ楽しいですね、はい、いや本当にこれからもぜひぜひよろしくお願いします、はい、アフレコもよろしくお願いします、はい、お願いします各コーナー宛てのメールも絶賛募集中です、皆さんぜひメールを送ってください、そしてこの後おまけ企画があります、ぜひ番組を最後まで聞いてくださいお願いしますはい、ということで、お相手は中島敦役上村優斗と宮沢賢治役神楽博之でしたバイバイこの番組は文豪ストレイドッグス制作委員会の提供でお送りしました。おまけ企画連続ラジオ小説たかしが来た。こちらは文豪ストレイラジオのおまけ企画。番組に出演した声優が毎回小説をリレー形式で書き足していき最終的に一本の小説を書き上げようという企画です。今回は宮沢賢治役神楽博之さん。前回までの小説と合わせてお聞きください。それでは朗読スタート。桜の花びらが風に舞う校庭、春の日差しが降り注ぐ校舎、新任教師の高志は緊張した面持ちで校門に一歩足を踏み入れた。先生。声がした方を振り返るとどこか見覚えのある若い女性が立っていた。腰まで伸ばした長い髪、少し切れ長の大きな瞳。高志より少し背が低いだろうか。すっかり先生って感じだね。そうだ、彼女は。はい、ということで、展開がね、これを誰にしていただけるのかなっていう。そうですね。次のゲストの方がぶん投げましたいやもう少し広げないとと思ったからっていうことにさせて。なるほど、まあ、でもこれからどう広がっていくのかがまだ全く読めない展開に分からないよね。なっていきますね。そもそもたかしって誰だよみたいな話だそもそもねっていうね話ですよね。いやこれからもねどういう風になっていくのかぜひぜひ皆さん期待していてください。次は誰が頑張ってくださるのか交互期待交互期待ということで、はい、それでは次回も聞いてくださいね。バイバーイ。